はい、それではデータベースレベル3の前半の動画いきます690番から822番まで、えー、約11ページですねいきたいと思いますはい、えー、まず690テクニックですねニックのとこ強く読んで技術でいこうはい691、えー、メソッド頭強くて方法まあこんまりメソッドで勉強しましたねやり方ってことですね にえー、後ろ強くて製造なんですが、まあ、この「マニュ」という単語はこの「マニュアル」で分かるとおり、まあ、手動のってことです手のってことです、まあ、手を使ってファクトリーで仕事するということは何か製造するということです、はい、ダメージに関する言葉です、えー、まずこの「傷つける」でも覚えちゃってください傷つける、えー、ちょっと飛びますが 693695696それと「ウンドという単語この4つセット傷つける4兄弟です「harm、えー」ハーム「ウンド、そして「hurt」「ンジ j u r ですね「hurt」は活用がハート「hurt」「hurt」「hurt」です変わりません気をつけてくださいねはいですから例えば受け身で「be injured in」という形で受け身の形にすることで自分が傷をつ,つけるつけられるわけですね怪我するということになります はい戻って694 suffer、ね、suffer from で覚えておいてください苦しむですねはい697 crash、えー、衝突するでいこう698 destroy 後ろ強くて破壊する699 ruin 読み方気をつけて ruin 破滅させるです。まあ、要するにまあ破壊すると一緒なんですが、ルイン破滅されるということ。させるということは、建物とかボロボロになるわけだよね。だから、ルーエンズというふうに、ボロボロになった残骸を集めてみると、遺跡になるわけです。はい、七百番エクスプロール、後ろ強くて爆発する。七百一番はシュ、ねえーツ。ピストルとかを撃つという意味と、名詞になると目という意味がありますね。えー、植物の目ですね。 はい、702番「recover」。「リは再び。はい。カバーはこれ覆うということでしょ。ということは、かさぶたのイメージです。けがをしてきたものを再び覆うということで、まあ、回復するなんですが、recover、ま、from、あ、で入れておいてください。名詞形 recovery」です。次のページ。703番「ボルケノーノ」。後ろ強くて火山。704番「dust」えー。ほこりで行こう。 705番は「ソイル」っていうのはこれ土壌というあのいわゆる土というものとそこからですねその土がある場所土地というまあ何か国土とかそういう意味で使ったりします例えば「US ソイル」アメリカの国土とかそういうふうに使ったりします706番「ジュエル、ね」「宝石」でしたねそして「ジュエリー」になると「宝石類」一般的な宝石類全般を指します707番「グレイン」「穀物」 708番はデザートで後ろが強くてデザートです。S が2個だということ。デザートは S が2個です。それに対して砂漠はデザート。頭が強くて S が1個。709番、ロー。そのまま伸ばして生のですね。ローフィッシュ。生魚とかね。そういうやつ。はい、710番、シュリンプは小エビのことです。まあ、プローン。ね、プローンという同じ単語です。711番、ベイクは焼くですね。 はい、712番「boil」は、まあ、煮るということですね713番「melt」は溶かすバターとかをね溶かすという時には「melt」でした714番「feed」というのはこれは食べ物を与える何かを与えるフィードバックっていうじゃない要するにこう皆さんが発表したものに対してそれをこうだったよねっていうふうにこう与えるわけでしょ感想を与えるだから何かを与えるなんですが食べ物を与えることが多いです、ね Be fed up with. ね えー、もう口いっぱいまでアップアップアップするほどまで与えられるから飽き飽きするって意味になりますはい feed fed fed ですねはい次のページです715番「blood」血液の血ですねで動詞になると出血するは「breathe」と読みます716番「breath」ね「breath」で息ですね動詞になると「breathe」になります「breathe」ね下挟んで「breathe」です はい、717番、birth、えー、誕生ですね。例えば、birth rate で出生率ですね。718番、disease です。これ、病気なんですが、なんで病気になるかというと、dis はマイナスでしょ。ease っていうのは、これ、安心ってことです。つまり、気持ちが穏やかじゃないわけだよ。だから、病んだ気になるわけですね。はい、719番、fever、熱でいこう。えー、720番、cough、えー、咳ですね。 721番は「AID」手当てで入れといてください722「7 22, Pale」「青ざめた」「色が薄い」ってことです顔色が悪いよ「You look pale」使ったりするね、はい、723番「Comfortable」「Comfort できる」んですねですから「Comfort」っていうのはこれ慰めるとか、まあえー、心を鎮めるってことですから快適なという形容詞になります724「7 24, asleep」「後ろ強くて眠って」ですこの「あ」がつくと形容詞化します あがつくと形容詞化しますですから例えば「アウェイク」動詞の「ウェイク」に「あがつくと形容詞化するでしょ「起きている」とか「w、ね、ウェア」もそうですね「はい、気づいてる」とか、ね「アライブ」もそうだよね「生きている」とか形容詞化します、ねえ。覚え方としておいてはこの「フォーラスリープ」「眠り込む」と「スリーピー」入れといてください。 はい次の順否定です、えー、600の否定のところでやりますが、えー、2セット2セットで覚えてください1セット1セットかこのセットセットでね Hardly と Scarcely これでどっちも頻、えー、と程度的にほとんどない程度です、ね、どっちも程度ですはいそれに対して、えー、Rarely と s e l c o m はこれはどっちかっていうとこの頻度ですねですからめったにないと、ね、いう表現になります 続けて729、government ですね、えー。government はこれ govern という動詞が統治するという意味があります。そこで統治する状態ということで政府という意味になります。government。はい、730、politics、頭強くて政治ですね。えー、そこから派生して形容詞。political、真ん中強くて政治の。政治家は politician ですね。それぞれアクセントの位置が変わるね。前、真ん中、後ろ、変わるから気をつけよう。 731ポリシーこれは政策で入れておいてください732デークラシーですねデークラシー民主主義ですデマっていうのはこれは民衆とか群衆とかそういう意味民ってことです、ね、ですから民主主義のという意味ですデークラティック後ろ強くて民主主義ですね、はい、733 システムこれはそのまま制度で入れといてください。まあ、片側でシステムと訳すことも多いですね。734「プレゼデント」頭強くて大統領または社長っていうことですね。文脈に応じて使ってください。735「シティズン」頭強くてえ市民ですね。ここから、まあ、やりましたね。えっと「シティズン」「セビル」「市民の」っていうのがありましたね。これから「シビリゼーション」「市民の人たちが多数集まって文明を作り出す」ね。そんなふうになりました。 736オフィシャを真ん中強くて公式のですねはいさあ続けて、えー、ここも紛らわしいシリーズでセットセットで覚えてくださいねえー、とまず737サスペクトサスペクトはこれ疑うで入れてくださいなんでかというとサすは下ですでスペクトは見るですから、まあ、下から本当にそうなのみたいなちょっとう,うがった見方で見るそういうことから疑うになりました 頭強くなるとサスペクト、ごめん、サスペクト、ね。これで容疑者になります。疑われている人ですね。はい、で、七三八、これは難しいんだけど。ダウトはざっと以下で取るんですよ。ダウト、ダウトざっと以下。で、これでざっと以下のことではないと思うっていう意味になります。だから疑うなんだけど。えっと、サスペクトの中はざっと以下だと思うんですね。だと思う。になるんですね。ここに書いた通り。 なんだけど、ダウトはなんとかではないと思う。こっちは覚えておいておいた方がいいと思う。じゃないとサスペクトイコールになっちゃうから意味が逆になるの分かります、ね、ですから、ダウトはなんとかではないと思う。これで覚えておいてください。そして、ダウトフォー、疑わしい、形容詞です。はい、739740は簡単、えー。文字とかを書くのは Write。で、線,を線とかで絵を書くのは Draw、えー、ですね。はい、これ入れといてください。はい、次です。 741「チャレンジ」頭強くて、えー、と挑戦が一番知ってますよねそしてみんなチャレンジするということは何か課題に挑戦するので課題も入れてくださいそして最近こうバレーボールとか、ね、そういう時にあの試合中に「チャレンジします」とかって言いますよね要するに今の判定に服で義を唱える、ね、そんなことです742「ストラゴ、ねはい、えー、そして「チェイス」は追跡するといいでしょう はい、744以降 Careless less がついてます従がってマイナスですから不注意なですね Careful の反対語ですはい続いて Wise とか賢いシリーズ、えー、入れといてください賢いはね、えー、とこの745と747セットです Wise、うん、で賢いそして Clever で賢いもう一個スマート入れとこうかねスマートも賢いですただしえっ、ー、と Clever どっちかっていうとこれずる賢いみたいな感じあのなんて言うんだろう あの抜け目なないいいみたいなそういう感じでだ、ね、か褒め言葉ではあんまり使わないかなスマートがいいかな褒め言葉はねはいそして次、えー、とおバカシリーズです愚かなシリーズは、えー、746ステューピッドそしてもう一個シリー入れとこうか siri ねこの3セットですフーリッシュ愚かなシリー愚かなそしてステューペッド愚かな、ね、お願いしますはい749カインド親切なもうこれは知ってますよねそれと種類も入れといてください 種類ですはい「カインドネス」になるともちろん「親切」という名詞になります、はい、750番「considerate」「consider」a t っていうのがこれ考慮するところでしょよく考えるつまりよく考えるそしてそこからまあ物事いろいろ考慮しないといけないぐらいこうかなりいろんな状況があるとか物数が多いとかっていう時にと これでかなりのという意味があります。こっちも単語1個足しといてください。Considerable。はい、751 polite 礼儀正しいでいこうか。はい、Rude これはブレイですね。ですから polite と Rude 反対です。はい、753 c l u e l e、ね、残酷なでお願いします。はい、続けて754です。Frequently 頭強くて Frequently 頻繁に頻度を表します。面詞形は frequency ですね。頻度です。755、オッケージュ、ジュジュですね。オッケージュナリー、たまに。要するにサムタイムズと一緒やね。ねたまにですね。面詞形、occasion にすると機械となります。756、グラジ a l l y だんだんと。グラデーションって聞いたりするでしょグラデーション。 美術とかであるよね色がこうだんだんこう例えば真っ赤だったのがちょっと,こうちょっとずつこう黄色くなっていく、ね、グラデーションそ次第に色が変わるってことでしょはい757「ファイナリー」ついにでいいでしょうアットラストとイコールですはい「ファイナル」最後のこれも入れといてくださいはい「体を動かすシリーズ」758「エクササイズ」「頭強くて運動する」または運動ですねもちろん練習問題というのは意味にもなりますよねテキストによく書いてます 7五九オペレイ頭強くて操作するですね、えー、よくドラマとかでオペがあるからって言いますねオペレーションという名詞は手術という意味にもなります、はい、7七六ロ、発音気をつけてバウと読みますねバウですねバウと読むとお辞儀をするです BOW、ね、それに対してこの、えー、と同じ BOW なんだけどボウと読むと弓の意味に変わるから気をつけてボウになると弓です、ね、クロスボウとか言うでしょ そこからまあ弓矢の矢はアローです。アロ、えーは R ですね。この許すの「アラウ」と気をつけてね。これ「アラウ」だよ。発音が全然、破算も違うからね。はい、761、リフト、持ち上げる。はい、762、ロー、ボートをこぐです、ね。それとも、列、これも入れておいてください。763、ロール、転がる、ね。くるくると転がすからロールパンという意味もなるんだって。はい、764、フロ、えート、浮かぶ、浮かべる。ですね。 えー、コーヒーフロートとかコーラフロートみたいにほらこの飲み物の上にさアイスクリームプカプカ浮いてるでしょ、ね、こういうのをフロートっていうでしょ、はい、またバレーボールであのフローターサーブってありますよねこうなかなかボールが落ちないでふわっといくやつねこれもフロートから来てますはい765「a リミネート」「m リミネート」で取り除くです「エリミネート AfromB」で入れとこうか。ね、a を B から取り除く 続けて 766confidence ですね頭強くて信頼ですねはいえっ、ー、と confidential 後ろ強くて秘密の意味になります信頼されてる中でしか見ないものだからはい次 767effort 頭強くて努力メイクを使いますメイクアエフォート 768favor 好意なんですがまあ ask a favor of お願いをするとか favorite、ね、こっちの方が知ってるよね 次、769、responsible、責任があるという意味です。まあ、特に使い方、be responsible for これで入れてください。で、レスポンスのはみんな聞いたことあるよね。返答するとか応答するってことでしょ。つまり、何か自分がやったからには、しっかりとそれを最後までやり返すというか、ね、しないといけないってところから責任という意味になりました。はい、responsibility 名刺権も入れとこう。770番、serious は真剣なと重大な入れといてください。 真剣ということは大事なことでしょ。はい、七七一、curious と読みます。えー、好奇心が強いですね。はい、curious city、マ強くて好奇心名詞形です。えっと、お猿のジョージってあのドラマありますよね。ドラマというかアニメね。あれあの現代は curious ジョージと言いますね。curious ジョージ、ね。要するにこう何でもアニメ見てくれてる人は知ってると思いますが、何でもこう挑戦する子ですよね。 はい次77にアグレッシブ、ね、真ん中強くて攻撃的なですねアグレッシブなプレーをするとかってよくサッカーとかで言いますよねはい次773、えー、からここからですラテン語を起源に持つ言葉なんか意味が分からんね何言ってるかねあのラテン語ってことは基本的にローマ字読みすればいいんですねローマ字読みを基本的にしますそしてラテン語の場合はね比較球がひ普通比較球ってさえなんとか 例えばビッガーザン A とか使うじゃん。このザンの代わりにトゥを使います。ザンじゃなくてトゥを使うシリーズ。だからそっちをチェック入れとこうね。例えば七七三と七七四は反対語です。えっとこれスー p e r i と読みます。スーパーと読まないでね。ス u p e r i です。まあスーパーってところからなんかプラスイメージで be superior to 優れてるってなります。反対の inferior っていうのはこれも inferior ですね。これで be inferior to 劣ってると反対です。 次、775と776は反対語です。senior ですね。senior で b e senior to 年上だ。junior、ね、で b e junior to 年下だ。ということです。ね、そして77、777、prefer 後ろ強くて、これ好む。要するに like と一緒なんですが、like は a than b でしょ。でも、prefer の場合は prefer a to b です。b より a を好む。これで入れておいてください。非常によく使います。ね、好みは preference。 これを使います。はい、次です。七七八。えー、フィフ、泥棒でいこう。え、ね、七七九、クライムは、これは犯罪とかの罪ですね。えー、犯罪です、ね。で、もう一個、同じ罪でも、シーっていうのがあるんだけど、これは道徳的な罪です。道徳的な罪。ね、例えば、なんだろうな。人のものを取ったりするのは、これ窃盗罪、犯罪ですよね。でも、例えば、えっ、ー、と、なんだろうな。 心ない言葉を言って人を傷つけてしまったこれはあの別に障害罪とかではないですよね,ねだからこれはあ悪いことしたなーって心の中でこう自分のことを責める罪ですこれ道徳の罪「SIN と言いますねはいこれ区別しましょう、はい、780番いきます「バトル」Battle「戦闘」「戦い」ですね、はい、781番は「weapon」と呼んで「武器」ですね78人は「エネミ」「頭強くて敵」 783、アラーマ、警報、まあ。目覚ましも入れておいてください。784、ギルティ、ね、有罪のです、ねはい。反対はこれ入れておいてください。イノセント、無実のですね。イノセント、無実の。はい、785、デリンクエント、非行の、軽犯罪の,、まああの軽い犯罪ですか。ね、非行のっいう意味があります。まあ、なかなか、まあ、出てこんけど、一応。はい、次、786から行きましょう。ピティー 一つ憐れみなんですがもう一つねこの「あ」がつくと残念ってなります例えばこんな表現使う「It's a pity that なんとか残念だって意味です憐れみじゃなくなるから気をつけて結構会話でよく使います「It's a pity とかね「It's a shame とかで使ったりしますシ a m ムもこれ恥じって意味なんだけど「あ」がつくと同じ残念って意味になりますはい787 dislike」えごめん dislike か後ろ強くて、えー、嫌がる嫌うってことですねまあわかるよね「like」じゃない「dis」だからね はい、787「頭強くてためらうでいこう」「ヘジテーション」「面識形お願いします」「789」「リグ r e t 後ろ強くて後悔する」ですね。でこれは to と I の字どっちもつけられます。ここは、えー、と同名詞で勉強しましたね。「to はこれからする」ね「I の字になると同名詞になるともうしたことですね」「もうしたことです」はい、したがって残念ながらこれから何とかしちゃうことになるだろう。 I.N.G. だともうすでに言したことを後悔するとなります。面子系ももちろんリグレットね、後悔があります。はい、次のページリードからいきます、えー。リードは導くですね。ですからリーダーっていう単語があるわけでしょ。導く人。七九一コンダクトはい、後ろ強くて行うとまあ指揮するも入れといてください。ね、はい、まあコンダクター何かを指揮する電車とかをこう指揮するのは車掌さんだね、こんな意味にもなります。 七九二、ディレクタまたはダイレクトと読みます。ね、これで、えっ、ー、と、直接のって意味がありますね。または、えっ、ー、と、ダイレクション、ディレクション、これで方向って意味もあります。はい。えー、次、七九三いきましょうか。インフルエンス、頭強くて、影響を与える、名詞形の影響も入れとこう。同じく影響、七九四、アフェクタ、直接的な影響を与える。つまり、インフルエンスというのは、なんか、例えば、こう、インフレの結果。 例えば物価が上がるっていうのはこれ直接的な結果かもしれんけどインフレの結果例えば家計が苦しいとかっていうのはこれまあその物価が上がったことによって家計収入とかの関係もあって苦しいとかっていう間接的だよねそれに対してインフレの結果物価が上がるっていう直接の影響はアフェクトだったりしますねはいそしてアフェクトは名詞形にすると愛情という意味にもなります795「はい、exert」これは何か力とかを行使するで覚えておいてください使うだとちょっとユースっぽいから すするでお願いします、はい、さあここから紛らわしいシリーズです、えー、2つセットで覚えてくださいこういうのをノートにまとめておくといいよね796「フェイバリット」Favorite, お気に入りこれは知ってますで、えー、と問題は797「フェイバラボエイブル」ですから要するにこう好まれるということですつまり「あそこの日っていいよね」っていうふうに好都合なとかそういうことですねはい次798と799「インダストリアル」Industrial と「インダストリアス」 はい、上のインダストリアルは産業のという意味ですもともとこれインダストリー産業という意味から来てます、ねえー、そしてインダストリアライズド工業化したということですねでこの工業とか産業を起こすためには一生懸命みんながこう研究したりとか働かないといけないからそこからインダストリアス勤勉なという意味も出てきましたはい800番です「センシティブ」これはどっちもセンシティブとセンシブルにも隠れている単語はセンスですね感覚 そこでセンシティブは敏感なんですね。be sensitive to こんなに使います。そしてセンシブルというのはこれ able が隠れてるわけですからこの感覚をしっかりと使えるということですから分別がある、ね。こんな意味になります。はい続いて802番いこう。display 後ろが強いです。さあデ i s が、まあ、マイナスだけど要するに外に出すということですね。そしてプレイだから何かこう役割を果たすわけですから、まあ、外にこう置いといて何かを示すと。 陳列すするとということで803番アレンジこれ「整える」で入れておいてもらっていいですか「整える」えー、アレンジとスケジュールとかスケジュールを、えー、手配調整したりとかアレンジとこれミ,ーティング、ね、ミーティングを調整したりとか「整える」と覚えておくと何でも使えます804番「エミテイト」頭強くてマネる805番の「エンディケイト」はこれ、えーとね、示すだと小っぽくなるので 暗示するというところからほのめかすというこの示唆するを入れといていわゆるサジェストに近いねはい806番「behave」ですな、be」と「hub」ですよ「be」と「hub」ねだからそんなふうにあるありのままのあるいはそんな状態を持っているってことから「振る舞う」となります「behave」は行動807番「attract」これ「トラクトというのがね、えー、これ「引きつける」という意味があります引きつける引きつけるという意味があります だから、そのまま引きつけるでいいんですね。で、引きつけるということは、人が引き,かる引きつくってことは、うわ、すげえというふうに魅力的なんですよ。ね、はい。もう一個しとこう。d ィ s t r a c t はい。dis が来るからマイナスや。つまり、引きつけないわけだ。ということは、気を散らすとか、そういうことです。ね。そんなふうに使ったりします。はい。同じくまた、紛らわしいシリーズいこう。えー、っと80、808番と809番。successful と successive。もちろん、隠れているのは、この success、成功。 または作成と成功するっ定義があるんですが、八百八番の方は成功したまあ、そのままでいいよね。覚えやすい。問題八百九番だ。successive はこれ連続のっ定義があります。ね、で、succession 名詞形で連続です。ね、えっと成功するってことは次につながるわけでしょ。わかる？何かが成功したということは次の人がまたそれを引き継いでやっていけるわけでしょ。だからこれ継ぐっていうところが successor ね。あ継ぐものということはこれ後輩って意味があります。 後輩ですじゃあ一体先輩は何かというとえっ、ー、とプレディセサルと言います predecessor、ねえー、プレディセサルプレというのは前でしょでプレシードという単語があるんだけどプレデスというのは前にこう進んでいくということでこれが先輩のことです、ね、先輩と後輩こんなふうに使うといいよねはい次8101112これは えっとこの単語、リタレイチャーから来てます。文学から来てます。で、文学のほうはリタラリー。これでいいです。で、そこから、リタっていうところから、えっと、文字、リテラル。文字通りのという言葉。副式、リタラリー。文字通りに。ね、そして、最後に、リタレイトで読み書きができる。リタラシーで読み書きの能力。派生語もちょっとありますけど、まずはこのリタレイチャーを中心に3つ派生してます。リタラリー、文学の。 文字通りのがリテラル、そして模擬読み書きができるのがリタレイト。この三つを区別して覚えてください。覚えづらいときは皆さんぜひこの例文を使ってください、ね。この例文で丸ごとに覚えておくと絶対区別がつくと思います。はい、えここまでいきましょう。八百十三番チャイルドディッシュとチャイルドライク。一三一三セットです。えっとこのディッシュとなると子供っぽいだからネガティブなイメージだね。 それに対してチャールドライフは子供らしいだからプラスのイメージまあ子供らしくなんかこう純真純真だなとかねそんな感じはい815と86はもうほぼセット一緒でイ,イコールでいいです健康に良い健康なですねはいヘルスポートヘルフィーですねはいまあ基本ヘルステーを使ってくださいはい次817と818ですこれは分かりづらいねインバリアボー a バリ e ですどっちもなんかマイナス感があるわでもねこれ バリューがあれだろ価値だわつまり評価、はい、エイブルが来るからできないでしょう評価できないということはめちゃくちゃ価値があるんですよ、ね、あのテレビ番組で知ってますか何でも鑑定なってもうあんまりにももう値段がつけられないものはつけられないってなるわけでしょそれは何かっていうとめっちゃ価値があるからでしょ、ね、だからインバリアブルは値段がつけられないんですだから価値があるそれに対してバリューレスはそのまま価値がない ですね、価値がない、ね、だからマイナスのイメージとなりますはい819番「マ a n 男らしい」「ね。マニッシュになると男っぽいですねはい821「ソーシャル、ね、これはソーサイティーから来てます、えー、社会という名詞から来てます形容詞形社会の「総ボーは社交的な」ね、こんな意味ですはいさレベル3となるとちょっとやっぱ紛らわしのが出てきますよねえー、まあ覚えられるところはこういう エイブルとかレスとかね、こういうふうな、えー、いわゆる接頭辞とか接字って言うんですけど、こういったものを役立たせて覚えていきましょう。ね、そしてこういう曲げ足なセットにしてノートにまとめておくといいと思います。